週刊コマは当たらなかったんで通常コマ使っていく。はい、ということで今回はですね、週刊ガチャから登場した、もう絶対的に欲しかったキングスレイコマのね、最新週刊がですね、当たりませんでした。当たりませんでした。週刊コマ、この通りですね、無料分も引いて週刊コマを当てることができませんでした。なので今回はですね、通常コマを18万 GP で獲得して、自分なりにオリジナルにね、週刊よりもドリブル単独突破だけも強くなるようにしたね、ドリブル超特化型コマを今回育成してきたので、週刊コマが欲しかった分までね、このコマに全てメイン仕様を込めたいと思います。見てください、ドリブル数値の高さにスピードと瞬発力、ここだけ見たらね、突破だけ見たら本当週刊コマ上回りますから、このコマ。ただやっぱり欲しかったねと思う。でもしかしたら動画の中でね、ここ決めてくれっていう場面で週刊だったらみたいなところも出てくると思うんで、まあ、そこら辺も含めてね、週刊当てた方ほんと羨ましい。コマンの性能めっちゃいいよね。通常でも今週ライブアップデートが A なので、ぜひともですね、ウィンガーで悩んでいる方はね、使ってほしい。めっちゃ強いです。誰か選手で例えるなら、そうですね、ムバッペとかね、これビッグタイムムバッペとかと同じ推進力みたいな感じ、ドリブルに関しては。とにかくドリブル仕掛けます。ひたすらにドリブル仕掛ける。やっぱ今回、タレント強いもね、ドリブルとスピードと瞬発力にもうガンガン振っているので、縦突破することしか考えてないです。縦突破することしか考えていないコマンが完成したいので、ぜひともね、皆さんに見てほしい。ボディコントロールもね、80後半あるから、ほんとスルスルスルって抜けるんですよね。通常コマンで暴れたいと思います。早速ディビジョン戦いきましょう。さあ行きましょう。通常コマンをね使って、まあ週刊コマンが当たらなかった分までね、頑張っていきます。単独の突破だけでいったらですね、まあ絶好調とかちょっと引きたかった分はあるけど、全然やれるので行きます。やります。コマンで見せます。行くぞ、キングスレイゴマンゴンゴン、行きましょう。さあちょっといきなりミスったが、まあここは切り替えていく、大丈夫大丈夫、 OK、 チェフが任せろ、チェフに任せろ全て。フリット強いな。じゃあコマン、ゴー、ナイス。コマンのこの最後、コマンのこの最後まで粘ると、メッシ、よいしょ、ウィー、メッシ、グイ、リオネル・メッシからコマンが曲げていく、もう一回、おお、足変わるでか、メッシのキックフェイントのキレすげえ。コマンもね、応戦したんですけどね、あそこ。さあネイマールで縦来るでしょう。どこで来るか、よし。そうこれね、ネイマールで縦来た時は絶対に中から行きましょう。コントロールカーブ打たれちゃうからね。であれ意外とね、左足で打ってこないと思うので、そう、そこがでかいですね。ホワイトミアス対フォリト、さあエンバペー、ライン上げたいな。うまい、うわ怖っ、これインパクトクロス、いやーコマンいいパス、それはいいパス、メッシゴーしてエンバッペの上、ベルカンプターン、ベルカンプターンやってくれた。やっぱみんなうまいね。逆サイド空いてる、発見、メッシ発見、ムバッペ素晴らしい、コマン、よっしゃ、うわみんなポスト大好きポスト大好き、いやー今のは決めたかった、ポスト大好きマンです、どうもこんにちは。すげえ組んでの一撃必殺、ポスト一瞬でちぎるよちぎるよちぎるよ、きた、コマン、これドン、うわー、しー、緊急停止からコンカまでは完璧、これ週刊だったら入ってたかもしれない
やはり週刊コマン欲しくなっちゃうね。決定力がやっぱ高いからね、週刊コマンは。ただまあ1試合目からね、かなり見せてくれてますよ、コマンがね。素晴らしい、コマンの動きが見たい。うお、エラシコ系から、よっしゃー、見せたぜ。決定力がないかと思いきや、こういうシュート決めちゃうんですよ。ドリブルから2枚引きつけてね。さすが週刊コマンが欲しかったが、このコマンもやってくれるって信じてるから、信じてるから自分。メッシは早いで、ここ間からのモドリッチからコマンだ。これさ、パス浮いてる途中にね、インパクトシュート入力すると、てかシュート結果入力するとね、スルーしちゃう傾向があるのでお気をつけください。どうしようかな、最後まで使いたいということで、ネイマールとの両投でいくか。でペドリーノ入れて、ビエラ、締めのビエラ、あの鍋の後のうどんの締めみたいなね、ビエラいきましょう。それぐらい締めてくれるチーム内を。おじやだね、おじや、鍋の後のおじや、おじやビエラ。お、お相手もコマン来た、お相手もコマン来たぞ。これ週刊コマンか、もしかして。ちょっと待って、見てなかった。やばいな、レオンはえぐい。レオンバケモンかな。ちょっと、レオンバケモンかな。さすがすぎないか、あれは。週刊レオンのヤバさね、ちょっと垣間見えちゃいました今。まずいなこれ、ちょっと流れが。でコマンでしょ、サーギョやらせない。ただこっちはまだまだ来た、コマンゴー、素晴らしい、イエス、よっしゃー、コマン。えぐい、えぐい、この男、ドリブルで見せて、守備で見せて、シュートも見せるというね、本当にエンターテイナーの塊みたいな存在だ。ここサンキュー。いやー、ただお相手さんうまいね、コマン2点目、メイン以上にふさわしい男、超えぐい。お相手のコマンも来た、やらせねえよ、やらせねえよっていうね、昔ありましたよね。またも行くか、またも行くか、ハットトリックいっちゃうか。さあ左足、よし、ダブルタッチシュートかパスの選択肢もあったが、ここで打ち抜くこそエゴイストストライカーなんだ。最後の攻撃上げてくるか、パスかこれ。いや、パスの可能性が 880% あるが、どうする、え、みんなならどう思います、これ。なんかこの辺にパス出してきそうな気がするけど、絶対パス出してくる。いや、上げてくるのか、シュート、シュートか、うわー怖っ。確かにその選択肢はちょっと読んでなかったが、ただ最後行こう。いやー、えぐい。これ誰だ、メッシの最後、ネイマールへの教育的なパスがやばすぎる。あれはなかなかの鬼畜パスだったが、コマンが勝負を決めてくれたぜ。いや、1試合目からもう波乱波乱のね、凄まじい戦いでしたが、キングスレイコン、まーやってくれた、まー何話してるんだろうね、今日の夜ご飯なんだろうみたいなね、コマンの根下とは。ただね、お相手のね、股間ブロックなどもあり、股間股間股間でのブロックね、何言ってんだ俺は、何を言ってんだということで、2点目、あ、1点目かこれ。コマン、ここエラシコダイレクトからですね、ミドルシュート突き刺していく。スキルがね、結構揃ってるんでね、やっぱこういうとこ決めてくれますね。ただその前のね、1個のシーンでね、入らなかった部分があるんだけど、そこをね、払拭するかのようなミドルシュート。コマン、見せてくれや、さっきの試合ね、決定力見せましたね。一時はちょっとね、やばいかなと思ったけど、それでもね、コマンがほんと、週刊のでも決定力があったらもっとやばいってことだもんね。しかもワンシュー持ってるからね、そういうところも含めると、本当にね、最新の週刊コマン欲しかったが、今回好調を引いてて、おじさんが 4-2-2-2 か。サイドからですね、中央ガチガチなんで、マケレレとビエラというこの、もうゴリゴリに守備硬い選手がいるんで、やっぱサイド攻撃でいきながら、好調コマン、見せつけてくれ。叫ばしてくれ、コマン。コマンと叫ばせてくれ。
パス。オッケー、ダブルタッチ。うそーん、取れてないと思いきやの、ここで取れました。一回サイドから、いやただここがね硬いんだよね。で中入れて、どうしよう、コマンが上がってますね。コマンに当てる、反発で中、いやーいい、コマンの今のドリブルの間合いね。そしてこの男が締めるという話にはできませんでしたが、ライカールツ、いやーグバルディオル素晴らしい。さあでここだ、ゴー、あなたのタッチ見せてくれ。どうしよう、反発でもいいな、これ反発の間合いですね、これ完全に。大越さんが来るか来ないか、いやー時間が止まっているが反発惜しい、すごい時間止まったね今。コマンいいね、なんかほんと楽しい。おっと、いやーこれ PK ないか、かなり緊急停止が良さげだったんですが、コマンほい、いやっほー、ダブルタッチがもうキレッキレえぐいですね、左足であのコースはバケモンだね。通常のコマンの単独突破はお化けだと思うんだけど、サンキュー、オッケー、しっかりとコマンの一得点を守っていく。ちょっと集中するんでね、黙ります。いやコマンで点決めたら叫びますよ、次次点決めたらね。いやーいい、いっけー、コマン、しかも絶好調とかも引けるんでね、全然。そうだから強いんだよな。締めてくる、締めてくるならモドリッチが空いてくる。レオンからコマン、さあ反発系から中に行く、このキックフィートで、ここパスでモドリッチ、完璧じゃないか、もう最高のドリブルよ、これが皆さんキングスレイコーです。ちょっとやばいやばいやばい、待って、マイクはやばい、まずい、これで失点したらシャレにならないぜ。ちょっとなんかマイクがめちゃくちゃ近い気がするんだけど、気のせいかな。ほい、エッジターンもできちゃう。あーそれバレッバレでした。さあネイマール運びましょうか。この男もドリブルできるからね。うおっそのパス、ここは、いやー惜しい。てかなんかさ、コマンのパスやばくなかった、超人的なパス出しましたけど、ナイスオッケー、ワンゴールはアシスト。いやもうコマン劇場よこれ。ここドリブル良かったっすね、コマンダブルタッチでもお相手がね、そこ難しいからの左足、気持ちいいこれ。さらにねここカットインして、ここでもう一回立てずね、インパクトキックウィンドからの、さらにダブルタッチ高速パスのアシストも、もうパーフェクト以上の何者でもない。コマン劇場ありがとう、もしていこう。さあラストも見せてくれコマン、調子普通、いや絶好調とかは引けないけどね、全然あり。3バックか、3バック切り裂いていきましょうか。じゃあコマンで、なんか縦突破とか、まあ、ドリブル講座でご紹介したね、ダブルタッチはもちろん、反発ステップチョップタッチ、この3つをね全部できる、全部強いパターンでできるので、まあ、お相手からするとね結構対応しづらい選手だと思う。なんかドリブル細かい選手とかは結構対応できるんですけど、スピードと瞬発も兼ね備えてるから、週刊コマンガチで欲しかったけどね、まあ、通常コマンでもめちゃくちゃ強いというね、まあ、そこの部分ですね。うわボール置き去り必殺、ボール置き去りテクニック、でここでナイスタッチ、このチョップタッチが効いてくる。で中でいいですねこれ、そう早すぎるんだよね、ステップオーバーでパス後からここに抜けていく、惜しい、あそこで中にカットインしていってからね、そこからもう一回中央で絡むっていう。どうしようかな、硬いですね結構、かなり硬めです。よし余った、余ってサリバと1対1、さあ速い、この速さをとくとご覧あれ。ガビ、あーファールか、今のでもさやっぱ1対1ほぼ制することができるんですよね、いいね。
一瞬でしたね今。さあどうする。よっしゃー、くわーチェフ出てくるか。完璧だと思ったけどな。いやでも今のは正直最高のドリブルでした。そうで、こういうとこでこの三角が効いてくるよね。おお、あるじゃないかなこれ。よしよしよし、ドリブルで来ると思ってね、めっちゃ寄せてきた瞬間にパスで逃げる。ここはよし、コマン、ナイス、いいタッチ。ほっで、ほっからの、ほっからの、ほっからの、よし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 、見せる見せる、どんどん見せるよコマン、絶対に決めるよキングスレイコマン。ゴールを決めて一緒に叫ぼうぜ、行きましょうコマン。まだ俺は諦めない。うわっしゃ、諦めないぞ、絶対に諦めない。コマン反発ステップ素晴らしい。この時間帯でもねやってくれる。サンキュー。さあまだよ、こっからやから、実際ここからですから、本当のコマンの恐ろしさは。いやっほー、わっしゃわっしゃい、やっほー、てかチェフ強い。ほい、さあここで、ここからの、ここからのコマン、よっしゃー、えぐい、キーパー抜いて88分に決める。叫ぼう皆さんもご一緒に、コマゴー。いやーマジでありがとう、コマンのおかげで勝ったよこの試合。え、嘘でしょ、勝った、え、ナイス。ちょっと今ヒヤッとしたけど、シェフがいた。シェフ。ちょっと興奮しすぎて、もはや画面見てなかったっすね、さっきキックオフ。お相手のキックオフ、画面見てなかったね。コマンばっか見てた。サンキュー。うっそ !PK これ。ちょっと待って、審判に委ねられた。コマンがね、でもあそこでディフェンスしてくれてる。めちゃくちゃ PK みたいなフリーキック来た。これ入らないで。これもう願うしかないよね。コマンにカーソル合わせよう。はい、やめてくれ。うわこんなことがあっていいんですか。うますぎないかいこれ。サッカー漫画みたいにさ、全部のディフェンダーのあれを抜けてったな。これで終わりかと思うじゃないですか。こっからいけなかった。コマンがね、最後にキーパー抜いて決めてくれたんだけど、引き分けということで。コマン、これ見てください、これキーパーをかわすこの幅、ダブルタッチ。週刊コマン当ててね、使った方、使用感コメント待ってます。いや、どんな使用感かもうめちゃくちゃ気になる。いや、絶対強いもんだって。ドリブル突破だけですけどね、週刊コマンより強くしたコマン、最高の活躍ありがとうございました。せーの、ブー。